ックスケーターの魔改造、ホイールのおもちゃの魔改造を行いました。めちゃくちゃ難しかったです。結構地獄でしたね。やってみてダメだったらどうしようってところ。いやもう激ヤバ、激ヤバプロジェクトなんてとんでもないお題用意してくれたね NHK と思ってます。そら勝つつもりでやってますよ。大人ってすごいなって思わせる。あ完璧です。失敗したらちょっと恥ずかしいです。やってできるようにするしかない。成功と失敗の選択肢じゃなくて、失敗の先にしか成功がない。めっちゃ楽しいです。いやめちゃくちゃ楽しいです。まあ、僕ら暗黒期って呼んでるんですけど本番機を設計しようって設計して作ったら全くロープの腕立たなくなっちゃって、それが2週間ぐらい続いたっていうのが本当にこのまま立たないマシンで本番になっちゃったらどうしようかなっていうのが結構ドキドキでしたね。その期間は結構地獄でしたね。自分でどうにかするしかない、自分がどうにかするしかないと思ってて。姿くんどうしたらうまくいく？根性だよね。いやそうなんだよ。まあ、僕は悪いとこなんですけど、結構僕は一人でやるタイプだったのでプレッシャーは結構感じてましたね。まあ、そこで谷口さんとかが計算参加してくださって、やっぱり刺激は多いですよね。なんか勉強することがいっぱいあって楽しいです。石原さんとかすごいみんなに頼られて、全部自分もいつかなんかそういう人になりたいというか。いやもうあの若いパワーすごいなと思って、もうやりますやりますって言って、でそれなりの形のものを作ってくるから、なんとかするしかないです。まあなんとかなるでしょこのメンバーだと。やっぱり自分にない視点を他の人からもらったりして、でそこに対してじゃあ理論的にどうなんかっていうアプローチをしていくことで解決していくことができたんで、それはすごい良かったなと思ってます。うちの方法が決まらないまま、1週間前ぐらいを迎えてた時が一番まずいなと正直思ってました。一時ね最初で進まなかったんで、その時はどうなのかなと思ったんですけど、作戦が最初はハムってなかった。最初の1週間ですね、方式があったりやりたいこととかも自由にやっていいよっていう風に、1週間検討しようってことでやった時に、具体的に指示してくれないと動けないですよ。僕は1週間みんなを信じて一旦待ちますっていうことで、これ面白いからやろうよっていうのをきっかけ作りとかを、なんだろうな、序盤で与えられなかったっていうのは結構苦しかったですし、チームでやる難しさ、意見を合わせて一つのものにするっていうのはやるしかないんですよ。失敗をしてでも前に進んだ人を見たら、そういうやり方もあるんだなって学べるんで、みんながそうやって自立してくれた方がこの魔改造の後成長してるなと思って。やる気はない。結局最後は自分たちでどうにかするしかないので、やっぱりものづくりって楽しいじゃないですか。全部チャレンジしていくだけだと思うので、どんどんやっていく。気合いしか入れることなくとにかくやってできるようにするしかない。今日もまずに真面目なお遊びをするっていう雰囲気がめっちゃ楽しいです。3チームで競いまして、残念ながら3番手だったと。結果的には2位でしたけども、いやそれは悔しかったですね。悔しかったですね。単純に勝てなかったのは悔しかったです。あともう一押し何かできたんじゃないかっていうところですよね。技術的にはよくできてるなっていうのは正直思いました。ただ結果は一番遅かった。技術的にすごいことをしているからいい製品が作れるっていうわけでもないでしょうし、技術的なチャレンジっていうのは終わりがないんだなっていうのは思いましたね。今回の挑戦を通して正解がわからないし、成功するかもどうかわからない中、なかなかそのチャレンジするのが勇気いると思うんですけど、今後もその自分の限界をここだって決めつけずに、苦労したからこうやってこううまくいったっていう経験で、まあ、さらにそれ伸びてくれたらいいなと思います。自分が子どもの頃に思った技術者ってかっこいいなって思ったのを、やっぱり今の子たちも思ってほしいっていうところがあったんで、それはもう今も変わらず思ってますね。まあ、見せれたかどうかわからないですけどね。
会の出演に対して、期待してたことはその風土であったりチャレンジであったり自分が本当に寝食忘れて打ち込める機会っていうのを作って皆さんの一体感を出したかった。チャレンジしながらですね自由に恐れずにどんどんやっていくと、まあ、そういう気持ちになれるいいきっかけになったんじゃないかな、まあ、そのように今後の皆さんとそういう部分に期待したいと思ってます。